現代人の食事をまず認識していただきたいと思います。現代人の食事は先ほども言いましたようにカロリーオーバーになります。ここにいらっしゃると毎回 FBA フードバランスアナライザーという自律神経の中の交感神経の活性度合いを測るんですけれども、私たちは主食の量を間違えています。糖質っていうのはね、今ね、糖質制限という言葉はかなりブームになりましたけれども、ブームじゃなくやっていただきたいんですけれども、糖質っていうのは皆さんね、お菓子とかスイーツとかジュースは認識できるんですよ。してますよね。でもご飯とかうどんとかおそばもって思いませんね。でラーメン、ピザ、これ全部糖質、これ全部制限食になるんです。はい。でお砂糖で換算するとよくね、分かりやすいですね。食パン1枚って普通に食べませんね。今甲子園で大活躍した男の子たちなんて1枚ぐらいじゃなくてこれぐらい食べてるんですかね。うん、その子たちはこれぐらいの糖質をとってるってことですね。角砂糖17個分、食パン1枚で角砂糖17個分ですよ。でここに来られる前に朝ごはんが食パンですっていうお宅結構あります。で2枚食べますっていう方結構います。そうすると角砂糖34個食べてることになっちゃうんですよ。角砂糖が入ってるんですってじゃないんですよ。糖質量に換算するとっていうことです。そうすると気持ちよくなるでしょね。で、パスタだったら14個分っていうことですね。ものすごいスポーツ選手は汗かくのでこれ消化できるんですよ、ね、でもそんなにスポーツ私たちしないでしょ。糖質の多い食事はね、なぜ悪いかっていうとアレルギーのリスクが高まっていきます。まずアレルギーだったらいいんですけど、糖尿、心臓病、脳卒中、がんとね、いろんな病気を引き起こすのが糖質です。なんでっていうところなんですけど、ここねちょっと書きます。本当によく理解してください。はい。私たちの血糖値が一番いいラインのところを0地点だとしますね。そしたらご飯食べてない時、3時間ぐらい経つとブドウ糖は消費されてしまいますので、血液中に血糖値が下がるということが起こるわけです。これを低血糖って言います。で低血糖だと震えちゃいますから、で力も出ないので、皆さんはご飯を食べます、おにぎりを食べます、ラーメンを食べますね。でそんなの食べれないからって果物を食べます。だからこう血糖値上がるわけです。そうすると元気になる。で元気になるんだけども血糖値が上がっちゃいましたから、これはまずいぞって血液中の血糖値が上がってしまったのでインスリンが出てきます、膵臓からね。でインスリンが出てきて何をするかっていうと、そのダブついた糖分を筋肉と肝臓に運ぶんです。でも有賀さんは男ですけど、私たち女なんで男性よりも筋肉が少ないでしょ。そしてアトピーさんは FBA で測ってる方ご存知だと思いますけれども、肝経絡がいつも低い、要するに肝臓が疲弊している。アトピーさんじゃなくても現代人はみんな肝臓が疲弊してます。毒素いっぱい食べてるし、食べ過ぎてるから、そして睡眠不足だから。なのでこのインスリンで分解された糖分は行き場がなくなるんです。で脂肪細胞の中に悪いものを食べていくんです。で3時間ぐらい経つとまた血糖値が下がるんです。で低血糖になるんです。でなんか食べたいなって思うんですね。1年間セブ島に通いましたけれども、セブ島の人たちは朝思いっきりご飯食べます。そして10時におやつ食べます。朝思いっきりご飯食べるとこうなります。で働きますから下がります。そしてここ10時です、おやつ食べます、また上がりますね。でお昼食べます。お昼もね、白米と鶏肉しか食べないんです。野菜は全然ない国ですから。でまた3時に下がります。また食べます、夕ご飯ですっていうことなんですよね。これね、1日に何回も行われているんですけれども、私たちの体はここでアホになるんです。壊れちゃうわけね。インスリンが出てきて低血糖になって、でいつも食べ物があるわけじゃないし、いつも食べ物だけでこう血糖値を上げるわけじゃなくて、コルチゾールっていうホルモンも同時に出ます。このコルチゾールがステロイドホルモンなんです。皆さんは腎臓の上にある副腎が弱くてアトピーになるんです、ね、副腎ってステロイドのことです。ステロイドの中のコルチゾールホルモンが皆さんが血糖値を上げるたんびに疲弊するんです。れが普通は1日に何回も行われないのに、現代人は何回も何回も行ってるんです。ね、ケーキをほら死ぬほどだ、ケーキバイキングか、ああいうところに女の子たち行くじゃない。その子たちはみんなこんなことを何回も何回も繰り返してるんです。そうすると皆さんもともと副腎が弱いからアトピーなわけでしょ。なのにコルチゾールが疲弊するってことは、もっと副腎が弱くなってもっとアトピーになると思います。だから血糖値を上げるっていうことは、自分をアトピーの深いところに追い込んでいってるんだと思ってください。治りたいっていう人がやることではないということです。わかりますか？ちょっとここは難しいからね、しつこく言いました。はい、でそのインスリンが運んできた脂肪細胞内に、食べ物の中に入っていたこういう添加物だらけのものですよね。それらが、皆さんは痩せてても脂肪細胞がありますから、内臓にくっついてますから、ね、その脂肪細胞内の中に老廃物溜めてるんです。これを吐き出させていかないと、デトックスしないとアトピーは悪化します。だから糖質を食べていくってことは、アトピーが炎上するということです。大やけどになるということです。 OK ですかね。なのでそんなにね、主食一生懸命食べなくていいです。はい、じゃあデトックスね、溜まってしまったものをデトックスする方法はどうするんだっていうと、まあ、うちでは糖質制限を行っています。でミネラルバランスを測ってクロムが足りなければ、どんなにその糖質を制限しても食べたいんですよ。だから我慢だけになってしまうのでストレスになります。このストレスっていうのも、体質を変えていくときにものすごく悪いものなんですね。血球もイガイガの形になってしまいますから、だからクロムを十分に取っていく必要性があるということになります。そこはオリゴスキャン測ってお勉強してください。で、筆腺からの汗を出しましょうということです。いっぱいね、汗かいてもデトックスにならないんですよ。皮脂腺から汗かかないと。でそれってどうやるのっていうと、皮脂腺から汗が出るお部屋を作ったんです。で会ったことあります。どんな感じですか？寝れるんですね。はい。有賀さんも入ったことありますか？はい。有賀さん温熱大好きなんですよね。そうです。で好きなことはどんどんやっていった方がいいし、ストレス解消にもなるし、あれは血行促進にもなるんですけど、15分でもいいからね、終わってからぜひ入ってください。かなりまだ溜まってらっしゃるし、先ほど1000超えたので、温熱では抜けないんですよ。デトックスのお部屋にね、一生懸命遠くからいらしてくださってるので、で頑張ったら30分入ると。うちのね、ホームページ作ってる子、今日休みですけど、450ぐらい出すんですけど、1回で10ぐらいなのね。それくらい、デトックスのお部屋、すごいお部屋なんで、日本に1個しかないお部屋って言われてますから、はい、お医者さんにね、ずっといろんなことを教えてる方が監修で作ったお部屋なんで。で、ファスティングをね、するのはとっても大変で、ファスティングも私たちは時々しますけれども、ファスティングしてもその時期しか食事を制限なさらないので、それだったらコアのお水を飲まれて、ファスティングと同じ状態で、コアのお水は脂肪細胞を分解することができるので、ファスティングのような効果が出るんです。でお水って毎日飲むので、お水のことは後でご説明しますね。習慣になさるといいと思います。それから運動して汗をかく、それから、入浴してじっくり汗をかく。で入浴した時に出ている汗はまだデトックスの汗にはならないので、お風呂上がった後に一度着込んでください。お風呂上がった後、私は人と会えないぐらい着込んでます。みたいな、こう暑い時にですよ。寒い時は着込むよね。そうじゃないですよ、暑い時に。でだらーって汗出てから普通のパジャマに変えます。こういう努力をされるといい。